できるだけのことはやってみる。この部屋に目的の機材があるかも。ナナシ、探してみよう。仕方ね、俺も探してみるか。二人がそっちを探すなら、私はこっちを見てみようかな。何見てやがんだ。てめえも地べた這いつくばって探せや。そうだぞ、君も早く探したまえ。てめえもだよ、緑野。ちゃっかり便乗してんじゃねえ。はい。見つからないな。そっちは？いや、俺の方もダメだ。こっちもダメね。見つからないわ。あ、ナナシ、それだよ。あとはそれを納品してクエスト達成だね。お前よく見つけたな。ほう、目的の物は手に入ったか。なら、もうここに用はねえな。てめえら、さっさとずらかんぞ。そうですね、兄貴。あれれや。お前、ちょっとこっちに来い。え、なんすか、兄貴。ハレルヤ、お前はここから別行動だ。あいつらと行動を共にしろ。え、なんで急に？本来、アシュラ会は治安の要、東京の治安を守る責務がある。わかるな？はい、わかりますけど。人外ハンターが余計なことすりゃ、巻き添え食うのはこっちだ。何かあってからじゃ遅いんだよ。特にあのガキ、あいつは要注意だ。あいつが要注意ですか？確かにすげえやつだとは思いますけど。俺の言ってることが信用できねえっていうのか？いえ、俺が兄貴の言うことを信用しないわけないじゃないですか。だよな。お前は俺を信用してる。俺もお前を信用してるぜ。だからよ、あいつらが変な真似しねえか、しっかり監視しといてくんねえか。わかりました。兄貴の頼みですし。そうか、いいぞ、ハレルヤ。お前は物分かりが良くて助かるぜ。いやな、なんだ、何事だ。またでかい鳥が襲ってきたのか。部屋の外よ。何か音がしたよ。素敵。まだ若く未成熟な死体。未来に希望を見る瞳、なんと素敵なの。まさに
このメデューサ様が求める珠玉のアートよ。メデューサ、お前は死んだはずじゃ。私は生まれ変わったのよ。新たな美しい私として。今の私は多神連合が一柱、メデューサ。これからあなたたちは新しい私が作る新たなコレクションになってもらうわ。多神連合め、面倒なことしやがって。もしかして戦うのかしら。あんまり気乗りしないよね。ねえ、どうする。あの主義の悪いおばさんと戦う。いや、俺らが戦う必要はねえ。ここはハンターさん方にお任せしよう。え、お任せってちょっと。俺らはこのことをルシファー様に報告する。位置抜けさせてもらうぜ。あ、兄貴？俺はどうすれば。俺の言ったことを思い出せ。あとてめえで考える。え、嘘、逃げるの？この場面で私たちを置いて。兄貴は先を見据えて動いてんだ。逃げたわけじゃねえ。でも実際逃げてんじゃん。もう何なのよ、アシュラ会の人たちって。ぼやくのはあと、アサヒちゃん。生まれ変わった美しい私と共に不和の静寂を過ごしましょう。どんなポーズがお好みかしら。そうね、己の罪深さに膝を置き、顔を両手で覆うなんてどう。でもその手から覗く表情はやっぱり恐怖に歪む形相に限るわね。俺たちを信じてくれたんだな。さすがリーダーだぜ。どうしよう、決裂なら。そもそも期待なんてしていなかったけど、所詮は地面の下を這いつくばるモグラ。大
太陽のように美しい私を見て死になさいな。また、ついている。